エンリケータ・エステーラ・バルネス・デ・カルロットは、アルゼンチン・ブエノス・アイレス出身の人権活動家。人権活動団体、5月広場の祖母たちの代表を、務めている。国際連合による、国連人権賞やユネスコによるフェリックス・ウーフェイ・コール・ボアニ賞などを受賞している。1930年10月22日、エンリケータ・エステーラ・バルネスは、ブエノス・アイレスにある、 イングランド系アルゼンチン人の家庭に生まれた、工場労働者のギド・カルロットと結婚し、4人の子供を設けた。自身は初等学校の教師を務め、また平凡な主婦でもあった。1970年代のアルゼンチンは、軍事独裁政権による国家再編成プロセスの過程にあり、カルロットの子供のうち3人が政治に巻き込まれた。国立ラプラタ大学で、 歴史学を学んでいたラウラはペロニズムに惹かれ、クラウディアはペロニスト大学生青年団の一員となり、ギド・ミゲルが通っていた高校の学生センターを取りまとめた。1977年8月5日、アルゼンチン共和国軍は夫のギドを誘拐して拷問し、4000ペソの身の代金の支払い後に解放した。カルロットとネストル・キルチネル大統領ホル・ヘラファエル・ビデラ。 大統領の軍事政権による汚い戦争が行われていた1977年末、妊娠3ヶ月のラウラが誘拐された。ラウラはラプラタにある秘密工事所、ラカチャに運ばれ、1978年8月末まで監禁された。1978年4月に解放されたラウラの監禁仲間はカルロットに対して、ラウラはまだ生きており、妊娠していると伝えた。 ラウラは出産の直前に別の場所に運ばれ、1978年6月26日に出産している。この場所はブエノスアイレス軍事病院だったとする証言があり、他の場所だったとする証言もある。ラウラは6月に出産すると言っており、もし男の子だったら父親と同じようにギドと名付けると語っていた。私は孤児院を探した。 エステーラ・バルネスでカルロット・カルロットは、ラウラの解放のためにあらゆる手を尽くした。レーナルド・ビニョーネ・チュジョと面会した際、ビニョーネ・チュジョは、カルロットに対して、ラウラは生きていないだろうと語った。ラウラは、生まれてくる子をギドと名付けたがったため、カルロットとその家族は、ラウラの息子のことを常に、ギドを呼んだ。1978年8月25日には軍に、召喚され、 ラウラの遺体を渡された。ラウラは二日後にラプラタの墓地に埋葬された。遺体が家族の元に戻った数少ないケースである。カルロットは8月30日に校長職から退いた。カルロットとクリスティーナ・フェルナンデス・デキルチネル大統領を中心とする集まり1977年10月22日にはアリシア・デラ・クアドラと11人の祖母たちによって 孫を失った祖母の会が立ち上げられ、1979年4月には、カルロットはこの人権活動団体のメンバーとなった。義堂の捜索を開始し、軍事独裁機関に軍事政権によって誘拐されたり、行方不明となった孫たちの解放を要求した。この団体は1980年に5月広場の祖母たちに改名、カルロットは、 やがて副代表となり、1989年には代表となった。1980年にはブラジルのサンパウロに赴き、類似する団体を組織していた女性と会った。この際にはラウラが解放の際に殺害されたと信じるようになったという。軍政下では約500人の子供が母親の高束下で生まれ、子供のいない軍人家庭などに引き取られた。 その大半は養子に売られ、中には真の親の殺害に関与した者も,もいる。5月広場の祖母たちは1984年に初めて孫を発見し、1987年には失踪児童の親族のための国立遺伝データバンクの設立に関与、1992年には身元の権利国立委員会の設立に関与した。 2009年12月21日には100人目の孫を発見したと発表している。カルロットと孫のイグナシオウルバン2001年10月21日、夫のギド・カルロットがラプラタで死去した。2003年には国際連合の国連人権賞を受賞した。2008年にはフランス・パリに5月広場の母と祖母の庭が竣工し、 クリスティーナ・フェルナンデス・デキルチネル大統領と共に、春行記念式典に出席した。2010年にはユネスコによるフェリックス・ウーフェイコール・ボアニ賞を受賞した。2011年には映画監督のニコラス・ヒルラ・ラベドラが、電気映画、エステラの制作を開始し、ススー・ペ・コラールを配役した。孫を失ってから36年後の2014年8月5日。 自身の身元に疑問を抱いていた男性が自発的に受けた DNA 検査によってカルロットの孫が発見されたことが発表された。この男性はイグナシオ・ウルバンという名前であり、ブエノスアイレス州オラバリアにあるロッシ兄弟音楽学校でジャズオーケストラの指揮と指導を行っていた。ウルバンは5月広場の祖母たちが真の身元を明らかにした114人目の孫だった。 このことが公表された直後、ウルワンは名前をイグナシオ・ギドモントやカルロットに変更した。ありがとうございます。